はい、どうもこんにちは。ラファエルのセカンドチャンネル。今日はですね、ちょっと真面目な話とかそういうのじゃなくて、ちょっとおふざけなんですけど、セカンドチャンネルっぽいテイストじゃないんですけど、以前からずっとやりたかったことなんですけど、やりたかったことというか、カメラの前でという意味ではないんですが、100万人、登録、YouTuber なら、やはり、どうですか ?1000 人。僕は1000人すごい最初目指してて、で、1万人目指して、1000人、ちなみに僕ね、半年ぐらいかかったような気がします。本当に遅咲き。遅咲きのパッドで一発やろうなんで、1000人は本当半年ぐらいかかって、で、1万人も結構かかったの、1年近くかかったような気がしないこともない。で、その次ってやっぱり10万人、節目、その数字の綺麗な並びで言うと、やっぱり1万人で、次10万人。10万人行くのに多分僕は1年半ぐらいかかったような気がします。で、今初めて2年なんですけど、で、その次が僕の中であったのが20万から30万ぐらいっていうのが、YouTuber として、本当に YouTuber って言って、その YouTube の仕事だけ、YouTube の収益、あとはそれに付随する企業案件。そういうので、本当にそれだけで食べていけるようになるっていうのが、だいたい30万登録ぐらいって僕は思ってるんですよね。その人のキャラにもよりますよ。ゲーム系だったり、エロい系、激しい系だったり、まとも系。いわゆるこの3パターンがあるんですかね、大きく分けて。いや、もっとあるか。化粧系とかもっとあるか。あ、だから、おとなしい、普通系が化粧系に入るんで、大きく分けてそのぐらいですか。ちょっと今すぐ出てこないですけど。そういうのでも、企業案件っていろいろ全然変わってくるんですけど、だいたい30万。で、僕そこ目標にして、そこ達成した時はすごい嬉しかって、それを動画に多分したと思うんですよ。で、どうですかね、次50万っていうのもあるんですけど、やっぱり次ステップとして100万登録で、僕の中では、どうですかね、3月いっぱい中、だから今期ですよね。今期中に100万登録いければ、という形で、目指してはいるんですけど、それが、目標ですけど、それのために手段で何かするっていうと、ちょっといろいろブレちゃうので、それは一目標として、期日は、目標なのでね、一応期日は決めてって逆算して、頑張ってはいるんですけど、なんかね、その100万登録、ちょっと前置き長くなったんですけど、100万登録行った時って、やっぱり100万登録行きましたっていう動画出すでしょ。大概みんな出すし、出さない人でもツイッターではやっぱつぶやくし、いろいろあるんですけど、今日は、100万登録行った時の予行演習をちょっと僕やっていきたいんですよね。100万登録行ったのを味わいたいだけみたいなじゃないですから、予行演習なんですよ。これカメラの前でやる必要ないんですけど、この今日のコメント欄を見て、1番良かったね、2番良かったね、3番良かったね、で、番号を入れていただければ、1、2、3だけでもいいです。そのパターンで、100万登録行った時、そのパターンで、そのパターンをやります。なんでね、でもそういうことじゃん。だってさ、もう正直言うよ。これほんとサブちゃんだから俺正直言うけどさ、俺こういう人じゃないですか、キャラじゃないですか。で、サラリーマンやってるしね、インスタグラムとか見ていただけ、インスタちょっとほんとフォローしてくださいね。インスタグラムとか見ていただければわかると思うんですけど、ちゃんとしたところはちゃんとあるじゃん。そんな、クソニートじゃないんだからさ、ちゃんとしたのあるんですけど、と言ってもやっぱりこういうキャラというか、こういう性格なんで、それをね、急に100万登録いったからって、いや、本当に、皆さんのおかげです。とかって、涙流しても、もう嘘じゃん。俺がやるのはね、他の人たちはそういう風に思っている。吉田様、普段から感謝って思ってる人がほとんどでしょ。それが本音な人が。俺は嘘じゃん。そんな、嘘じゃん。そこはもう正直に行こう。そこは正直に行こう。だから、それも含めて、今のパターンも含めて、A、B、ちょっと一回これ取っていいですか。A, B, C で、なんていうかな。それで、そうは言っても、1、2、3、A, B, C のパターンで、一番良かったので、僕は100万人登録行った時に、メインチャンネルでそのパターンを演じたいと思います。で、ちょっと今日、行きますね。今本当何も考えて、今パッと考えてカメラ撮ったんで、何も考えてないんですけど、まず一つは、さっきの真面目パターンですよね。本当にありがとうございます。視聴者さんのおかげです、パターン。あとは、どうだろう。あ、でもちょっと待って、俺全然思い浮かばないわ、本当に。じゃあパターン1いきますね。真面目なパターンね。視聴者さんに感謝してます系パターンいきます。はい、どうも皆さんこんにちは。今日はですね、ちょっといつもの挨拶みたいにふざけたのはちょっとないんですけど、100万人、皆さんご存知かと思うんですが、100万人登録、皆様のおかげで行きましたので、ちょっとそれに対しての、もう今日メインチャンネルでこんなこと言う必要もないんですけど、メインチャンネルでちょっと皆様にね、お礼を、感謝の気持ちを表したかったので、
今回こういった形でメインチャンネルさせていただきました。ただ、今日この時間帯、そうなんですよ。ちょっと早いんですけど、この後6時にいつもの動画、いつものふざけた感じのテイストの動画が上がります。ただちょっと今日は、今、12時ですか。12時、ちょっと。あ、12時ですね。12時2分。2分撮ってるから、1時、2時、3時ぐらいに上がってると思うんですけど、こういった形で俺の動画になります。すぐ、パパッとこんな動画なんでね、なんか僕いつもとキャラが違うので、もう2分ぐらいで終わらしたいかなと思うんですけど、本当にあんまり普段キャラ的にこういうこと言わないんですけど、今までね、こういった形でもう100万登録いったのもやっぱり、今まで本当に皆様のね、ちょっとこれやめよう。やっぱりやめよう。このパターン絶対ないよ。これパターン1ね。パターン1でって言わないでね。これやりたくないから、このパターン。まあだからこういうテイスト。こういうテイストで行くのがパターン。パターン2どうしようかな。パターン2か。パターン2ないな。でもやっぱパターン1になるのかな。パターン1か、やっぱり。やっぱりそれがいいか。2?2 って何?あ、あれか、じゃああれか。はい、どうもーみたいな感じか。どうもーみたいな感じで、行く感じになるか。じゃあ、なんか適当に挨拶して、100万人行きましたーみたいなやつ?それやる?なんか適当に挨拶していいですか?じゃあ、OK。これね。すいません、ちょっと自分で笑っちゃった。はい、どうも皆さん、こんにちは。平成生まれのやつ、和式でうんこすると大体足痺れる。はい、どうも、今日はですね、ちょっといつもと違う時間帯に動画アップしてるんですけど、ちなみに最初に言っとくと、メインチャンネル今日、これ、まず1本目で、今3時ぐらいに多分アップしてると思うんですけど、2本目、6時にいつもの動画上がるんですけど、今日はですね、ちょっとお知らせと、ちょっとしたお礼で、まあ、皆さんご存知なんですけど、100万登録、チャンネル登録数100万登録いきました。ありがとうございます。いや、ちょっと今日一発撮りしたかったんで、今ちょっと軽く噛んだんですけど、もうそれもそのままカットなしでいこうかなと思います、今回。でね、そうなんです。なんだかんだどうですか ?2 年と3ヶ月で、今日3月の、そうですね、2年と3ヶ月で100万登録行きました。決してね、早い方ではないです。もっと早い方いっぱいいるんですけど、まあ、遅くもないかなと。まあ、順調なペースで来たのかなと。ただね、これも皆さんのおかげなんですけど、おかげなので、逆に今回ね、100万登録行ったので、何かね、大きな企画をやっていければなと。以前からずっと100万登録行ったら何かやるって言ってたんですけど、まあ仮面取るとかってよく言ってたんですけど、それは言ってないけどね。仮面取れってよく言われてたんですけど、何かお金を使って、時間を使って、この愛知県から出て何か大きな企画、コラボとかじゃなくてね、単体で何か、ラファエルとして何か大きなことをやっていければなと思ってます。で、今回ですね、その一番やってほしい企画、コメント欄で皆様から応募したいと思います。で、一番コメント欄で多かったものを本当に僕やりますので、どうですかね、お金で言うと、ま、100万円ぐらい、かけてやろうかなと、100でちょうどいいのかなと思うんで、ちょっと、まあ、一応そういうパターン。一応今のパターンね。今のパターンがやっぱ一番いいんじゃない?どう?パターン2ね。パターン2がいい人2ね。100万円使うかどうかは別としてね。まあ、でも100万円ぐらい多分使うと思う。使って、何かやりまーす的な感じかな、多分。うん。パターン2が一番いいんじゃない?俺っぽいじゃん、今のは。パターン3あるよ。今できないけど、パターン3は、ちょっといいっすか。はい、どうもみなさん、こんにちは。ですね、ちょっと今日、真面目なテイストで、あれなんですけど、ほんとね、なんかあんまりこういうのはらしくないんで、出していきたくなかったんですけど、っていう感じの入りで、泣くやつね。泣くやつ。まあ、だからそこは目薬とかでなんとかなるじゃん。で、ほんとには泣かないから。その、目薬とか、で、なんとか。で、本当のガチ泣きしてるじゃん、ラファエロっていうパターン。これもね、いいよね。俺はね、なんていうか、ネタとしては好きよ。そういうの。ただ、その撮ってるののオチは、あ、でもそうか。ずっとそのパターンでいくか。そうか。あ、ちょっと今ちょっと思い浮かんだんですけど、そのパターンでいって、だからパターン2にカテゴリーとして入るんですけど、そのパターンでいって、実は別撮りしてて、ずっと目薬とかしてる、このポケットから目薬出してるノーカット版を、後で最後ガッチャンして、結局ネタかっていうのとか、あとは、そうですね、オチで、なんか、本当は12月末に撮ってましたっていうのがわかるようなオチ。何か音声が入るとか、新聞見せるとか、携帯の画面ちょっとたまたま見て、
12月の年末になってて、お前めっちゃ前に撮ってるじゃん、みたいな、最終的にオチに入るやつね。それだからパターン2でしょ。パターン2か。うん、パターン3はだからもうガチ泣きね。ガチ泣き風ね。ガチ泣き風。どれがいいのかな？いやね、ここでこれを言わなければ、俺もバカじゃないからね。ここでこれを言わなければ、それはパターン3が一番いいよ。それは動画で泣くのが一番いいよ、パターン3が。でもまあ、なんて言うんかな。まあ、ここでこんな言うのはあれなんですけど、まあ、視聴者様のおかげっていうのはこれはまあ事実なんですけど、キャラとしてね、設定としてあまりその、泣くほどのことはないじゃんっていう。そのもっと上がいるのにさ、っていうのもあるじゃないですか。なんで、パターン、そうだな、パターン3、パターン2か。1、2、3、ちょっと待っていいですか。1は、真面目に、礼儀正しく、ありがとうございましたのパターン。で、2が、いつものノリで、なんかプレゼント企画やりますみたいなノリ。で、3が、もう本当にガチ泣きのやつね。ただ、一番、コメントが多いやつを、俺ちゃんとそれやります。その、票が多いやつを、ちゃんとやります。でも、パターン3選んだら俺知らないよ。俺それは本当の涙じゃないからね。めっちゃ泣いた、鼻水ダーダーな、低層で、ちょっともう俺取れないです、みたいな感じで行くけど、それは嘘だからね。それは分かっててよ。どのパターンを演じてほしいかだからね。ということで、今日こんな感じで終わります。バイ。